お久しぶりです、ショーです。ということで、ね、やってまいりました。今日ね、公園に来ております。僕が公園にいるということはね、まあそうですよ、もうこれですよ、もうこれしかありません。はい、ということで、久しぶりのね、スパーリングドアとなっております。でね、本日はね、いつもみたいにここにいる人にね、ノラのね、喧嘩場を探すわけではなく、まあ、今撮ってくれてリズム君、ちょっと映るか、久しぶりに、久しぶりのリズム君です。はい、この間ね、海でスパーリングした。何を恥ずかしがってんだ。カメラダメだ、カメラダメ。じゃあ持っていただいて。恥ずかしいよ、はい、で、もう接続映ってると思うんですけどね、そのリズム君の友達がね、はい、今日出てくれます。名前言ってられるんですか。平野です。平野君、はい、平野君です。平野君、僕のこと知ってくれてたんでしょ。はい、嬉しい。リズムの動画でちょっとだけ出たっていうので、はい、それ近すぎねえか。横向いて。横、そう、耳鼻科か。意外にツッコミもできる平野君なんですけど、ついてるよ。この2人はね、友達みたいなね、はい、中学校の友達。小中学校友達みたいな。マジで学校で大人気だよ。もう早速ね、さっきちょっと会って話してたら、もうグローブつけてもう待ってくれてて、やる気満々ですね。まあそんな感じで、今日ちょっと平野くんとねスパーリングしてこうかなと。大丈夫ですか。まあ、あんまりよくわからないけど、ね、喧嘩とかはあんましてない。あ、まあ、ドラブルですよね。あ、じゃあ平和主義者ということで、まあ、たまにはね、こう合法的にスポーツ行ったんで、はい、喧嘩がまがいのことっていうのもありかな。じゃあお願いします、今日は、はい、よし、やっていこうと思います。照英チャンネル、はい、ということで、ね、今ちょっと平野くんから離れて撮影してるんですけど、今回、ね、平野くんとスパーリングするんですけれども、まあ、平野くんやっぱこう、まあ、リズムくんから聞いてるとあんまりこう戦いとか好きじゃないみたいで、平野くん本人に聞いてもちょっと怖いですみたいなこと言ってたんで、ここでね、普通に戦ってもおそらく僕が勝つでしょうということで、これちょっとね、初めてから分からんけどドッキリやっていこうと思います。そのドッキリがですね、僕が何度も何度も平野くんとスパーリングして失神するドッキリ。もっと細かく言うとですね、最初平野くんと普通にスパーリングして、それで僕が失神するふりをします。でそして失神をした後に、あ、動画撮れてませんでしたと平野くんに伝えて、平野くんに2回目の僕が失神した時に、平野くん大丈夫ですかっていう演技をしてもらう。でその失神を何回も繰り返す。撮れてなかった、ごめん、撮れてなかった、あ、撮れてなかった、あ、平野くんの演技を多分5回ぐらい。じゃあ1発目は本気の平野のあれなんだね。そう、1発目だけは本当の平野くんの反応で、それを撮れてなかったというふうに平野くんに伝えて、で2回目以降平野くん嘘のリアクションということで、あ、おもろい、はい、まあ、何度も何度もね、今日失神していこうかなと思います。まあ、こんな感じの公演なんですけど、ちっちゃい子もいる中、ちょっと通報されないか不安ですけど、ちなみにこの企画はね、今リズムくんが考えてくれて、ありがとうね、うんって言ってますんで、はい、そんな感じでドッキリやっていきます。レッツゴー、ショー、ショー、チャンネル。平野くんがアップしてます。おや、おっす、おー、いいね、めっちゃいいね、重そう。おりゃ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 、平野くん思いっきり来ちゃっていいですかね。はい、はい、めっちゃ重い、ね、重い、持ってかれんもん。いいね、いいですね、すごい。 そんな感じで、すごいわ。これはちょっと倒れるかもしれんな。いや、宮野くん倒さないでくださいよ。よし、じゃあそんな感じでやります。超優秀、はい、ということでやってまいりました、宮野くん。はい、1分です。はい、じゃあ時間は1分です。そうだね、1分ぐらいにしてください。はい、よし、じゃあラストランドを入れて、 OK、 よーい、スタート。いきます。はい、ひなくん顔狙え、顔狙え、顔狙え、ひなくん顔だ、顔だ、ひなくん顔だ、そうそうそう、ひなくん顔だ、本気でいけ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 、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫、大丈夫か、おい、あ、大丈夫か、大丈夫か。うっさ、なんか一昨日さ、なんか顎痛いとか言ってジムでもクラ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 してたんで、そういうネタ、え、大丈夫、マジで怒ってるかも。
大丈夫です。いつも怒ると黙るんだよね。あ、マジ大丈夫ですか。何があった。何があった。聞いた。スパイリングした。うん、今してた。記憶飛んだかもしれない。大丈夫。大丈夫じゃないでしょ。あ、けど顔腫れてるわ、ほんとに。こう、あったの覚えてないけど。やばいやばいやばい。スパリングした。イカチーク。やばい。平野くんのパンチを最初わざともらってあげてたんだ。そしたら多分本当に効いちゃったんで。いや、映像覚えてない。やばい。大丈夫ですか。え、待って、記憶飛んだ。え、俺何時に来たの。どこにしてるんですか。ここは3時に来た。え、そう言って。平野、え、友達が。俺の友達。記憶飛んだ。大丈夫ですか。動画確認するか。そうだね、一回。撮れてなくね。え、撮れてない。動画今撮れてなかった、うん、俺もしかしたらさ、一回さっき撮ったんだ、うん、でスタートを押したと思って多分止めちゃってたわ。マジで。え、ごめん。あ、いいけど都合いいっちゃいいじゃん。確かに倒れたのに使え。さっきは 1000m ってことです。てか記憶を戻りました。いや、ちょ、正直は朦朧として本能で喋ってる。まあでもまあやりましょうやりましょう。全然、じゃあ2戦目やるから。え、ダメージ的なものは大丈夫なの。まあ多分軽くもらって昨日の。ああ、本当より平野くんがいいパンチ打ったね。いや、それ覚えてないわ、マジで。でも顔あたりにやったんだ。ちょっと腫れてんもんな、ここが。あ、大丈夫ですか。いや、大丈夫です。全然大丈夫です。では、もう一回やりましょう。はい、超えちゃった。はい、ということでね、平野くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やってきますか。何分しますか。1分で。よし、やっていきましょう。頑張りましょうね。もう当てていいですか。はい。じゃあ行きます。よーい、スタート。お願いします。お、落ちるんじゃん。え、怖いよ。すごい、平野くん。はい、お腹と顔だ、お腹と顔だ、お腹と顔。怖い怖い怖い。ちょっもう、あ、二度目は聞かません。すいません。大丈夫か。芝居だったら二度目は聞きませんよ。いやいや、お願いします。ひらくんさ、実はすごい弱いんだよ。え、こいつすごい弱いんだよ。いつも練習でもすぐ泣いてくれるんだよ。でもいいかな。風邪いいかな。もうちょっと。ん、大丈夫ですか。風邪いいかな。痛い。もういいよ、もういいよ。あいつあんま強くないんだよな、本当は。まあでも強くなければもう強いくなるチャンスもあるんじゃないですか。動画見せて。え、どんな感じが見たい。自分が、僕も見てみたいです。また取れてないんじゃないですか。え、さっきさ、スタートしたまんま渡した。いや、動画ないんでしょ。また取るしかない。結構そういうトラブルなんですね。3回目いいですか。はい。ちょ、1回休もうぜ。すいませんね。全然何時に来てここがどこか全然わかるんですよ。全然記憶も飛んでないし。つまりドッキリですよ、平野くん。なんか僕なしで撮ってたっていうやつで倒れて、2回目も倒れて、
マジ貸してって思ったごめんね平野くん、ちょっと俺も倒れ方がちょっとね下手すぎて、まあ、でもこれカットなんですけど、本当に一発目っていうことでもう一回ちょっと待ってください。一発目、あの一発目の手でもう一回ちょっと待ってください。はい、いいですか、すいません、ドッキリからのこんなこの一発目の手でもう倒れちゃえばいいじゃん。この倒れて平野くんがいいリアクションしてあげればいいじゃん。あ、俺が芝居するって。そうそうそうだ、倒れますよ、倒れるから。俺さっきと同じ展開でいいかな。さっきちょっとリアクションがドッキリじゃんみたいな感じだったじゃないですか。だからそのびっくりしてるみたいな感じですごい驚いた人があのあれしてる。30度だけくらいでまた倒れるいいっすか、一発目の感じで。はい、よし、じゃあ行くよ、よーい、スタート。おい、おい、やるか。おい、そうそう。